2パターンで撮って、この動画のコメント欄で誰が良かったか投票みたいな感じでやっていただきたいなと思います。では行ってみましょう。あー、まずは可愛い系から5分間で自撮りをしましょう。大丈夫、はい、よーいスタート。このくまちゃんのやつが結構私の友達の間では一番モデルっていう。じゃあ、これです。可愛い。この辺隠したよね。隠してもいいの。あのね、スネは最強だから。最強だよ。というわけで、ゆめかちゃん。はい、ゆめかはこれ。可愛い。上目遣いだよね。やっぱそう言わない。でも、ゆめかの場合は笑うと可愛くないから。笑うと盛れないの。じゃあ次、アリアちゃん。これ、可愛い。可愛い。いや、もともとがさ、あのね、生まれつきスノーだよね。スノーは最強、誰でも可愛くなります。上目遣いがポイントですね。そうですね、この辺を隠す。この辺を隠す。人によってこれが漏れるか、これが漏れるか見つけるといいと思います。自分の気に入りをね、つけてください。そう、というわけで次は面白い、面白い系の変顔、変顔ありみたいなね。よーい、やばすぎちゃうんだよね。あー、でもきっとやばい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 。かんかんかん、終了ー、終了ー、終了です。見せたくないけどね。見せます。あんまりいいか。前歯めっちゃでかくない？ちょっともう気持ち悪い、鼻もつってるしね。じゃあ次私。はい。え、でもまだ可愛いよ。まだ可愛いんだよ。めっちゃじわるよ。鼻もつってでも可愛い。顎が伸びてる。みんなさ、あのさ、しようよ。可愛いよ。私ら、いや、まだ可愛い。可愛い。みんなすごいね、結構。変顔をしなくても変顔になれる指導です。この動画のコメント欄で、可愛い部門と面白い部門の、この子が可愛くてこの子が面白かったっていうのを、一人ずつ名前を書いてください。募集してます。お願いします。高評価、チャンネル登録お願いします。